セキュララにありがとうございます、はい、実態いろいろありますので、はい、はい。これあと個人的に言うと、企業団体献金は全部悪で、個人献金は全部いいようにって言いますけど、個人の経験を申し上げると、いや変な話、外国人の方で身分を隠して寄付をして、その代わりあれ聞けこれ聞けっていうことをですね言ってくるような、例えば憲法改正に反対しろとか何とかっていうことを延々言ってくる、で寄付もらってるから無視はできないので、住所も名前も全部出るんですよ。これはさすがにね、今のこのプライバシーが言われる時代に明らかに個人献金を阻害する一つの要因になってますね。パーティーに関してなんですけれども、パーティーに関してはですね、基本的には企業団体献金を含む献金規制の抜け穴になっているというのが我々としての問題意識の中心にありますので、現在の献金規制のレベルにですね、まずはパーティーの規制を合わせると、公開基準も外国人からの寄付規制も、そして誰がパーティーを主催できるか、購入をですね誰に買ってもらうのかということで、企業団体の献金はですね政党以外には禁止されてますけれども、パーティーを開催すればですね、政党以外の政治団体や個人の政治団体であっても企業にパーティー券を売ることはできますので、事実上企業団体献金を献金においては禁止されている個人や派閥も受けることができると、これはですねやっぱり抜け穴だということでやめようというのが大前提になります。その次に、そもそもですね現在政党資金管理団体等に認められている企業団体献金そのものを廃止するかどうかということについてはですね、これは各党ですね、すべての党が合意して廃止すべきだということであれば、我々としても当然ですね廃止すべきだという立場でありますので、こうした合意を得られるようにやっていきたいと思います。その際にはですね、フランスがそうなんですが、企業団体献金を規制するその対価というか対案としてですね、いわゆる日本でいう政党交付金を増額するという形にしていますし、イギリスのようにですね、むしろ野党の側に交付金を手厚く交付して、いわゆる競争条件を整えて政権交代が起きやすい環境を制度上も担保していくという仕組みがありますので、我が党の取りまとめの中にも書いてありますけれども、企業団体献金の廃止だけではなくてですね、政党交付金のあり方の見直しや企業団体献金の廃止に向けて与野党合意を目指すということを書いておりますので、企業団体献金の廃止ということを目指す際にはですね、ではその野党側のファイナンスをファンドレイジングをどうしていくのか、そのことも含めてですね、その一つが政党交付金の金額の見直しということも入ってくると思うんですが、パッケージとしてですねどうするのかということを議論して与野党合意を目指していきたいと思っております。すいません、西日本新聞の岩谷と言います、はい、私も政治改革の関係で一つお聞かせください、はい、先ほどから言及があられるように、野党案の方向が企業団体献金の廃止の方に進む中で、要は個人献金を推進していくことに修練されていく行こうというところになってくるのかなと思います。ただその今現状個人献金というのがなかなかまだその企業団体、これまでの企業団体献金と比べて数が比較すると少ないんだと思います。で、日本の文化に馴染むのかどうかというところも含めてなんですけども、この個人献金を増やしていくには どうすればいいのかというところを、玉木さんの中で何かお考えあれば教えてください。ですね、2つまずやるべきだと思っていて、1つは今も認められてますけれども、私も比較的ですね個人献金をいただいてますし、地元のパーティーはほとんど相手はですね個人に売ってます。1万円だということもあるんですけど、そもそも個人にパーティー券も売ってるということです。で、献金ということを増やすのは1つは、やっぱ税控除、税制優遇を今以上に認めるっていうことが一つあり得ると思います。で、もう一つ実はこれ、昨日維新の藤田さんも言ってますけども、実は私もすごいネックになっているのはですね、寄付した人の名前とか住所とか情報が、いとも簡単に公開されてしまうことです。特に、いわゆる5万円以上の寄付した公開になってますが、例えば1万円寄付でも、
2万円寄付でも、あるいは、2000円の寄付でもですね、税額控除を受け、まあ、基礎控除があるんで、まあ、例えば5000円を寄付した人でもですね、税額控除を受けようと思ったら、5000円でも7000円でも3000円でもですね、住所も名前も全部出るんですよ。これはさすがにね、今のこのプライバシーが言われる時代に、明らかに個人権益を阻害する一つの要因になってますね。だからやっぱりこれはまあ政治家の立場からなかなか言いにくいんですけども、献金ということを通じて、という匿名献金ということを通じてですね、身分を、あるいは政治的な非難とか、迫害をされない中で、お金を拠出する形での政治参加の権利っていうのは、個々の国民にも認められている民主主義において大事な権利だと思うんですね。だからまあ最高裁ではその企業にもそういう権利があるという判断がありますけれども、まあそういった面からの民主主義のインフラをどう整備していくのか、民主主義のコストをどう分かち合っていくのかという議論も私は不可欠だと思います。で、これあと個人的に言うと、企業団体献金は全部悪で、個人献金は全部いいようにって言いますけど、個人の経験を申し上げると、企業団体献金でドーンとくれても一言も言ってこない人もいれば、2000円3000円の寄付でああだこうだああだこうだ言ってくる人もいるし、むしろ秘書がそっちに時間を取られている時間は、個人献金していただいた方の影響を多大に受けることもあるので、ちょっとね、今の個人献金悪、企業献金なら OK という単純な割り切りも、よくよく現状を見ながら議論しないと、イメージ論だけでやってもですね、結局不当な影響を受けちゃダメだってことでしょ。不当な影響を及ぼそうとする人は、いや変な話、外国人の方で身分を隠して寄付をして、その代わりあれ聞けこれ聞けっていうことをですね言ってくるような、あるいは外国人の配偶者というか、まあその関係者に寄付させて、本人はあれじゃないけど、そこを通じてですね、例えば憲法改正に反対しろとか、なんとかっていうことを延々言ってくる、ね、寄付もらってるから無視はできないので、そういう話を聞くなんてことだってあるので、単純に企業献金が悪、個人献金は全てバラ色、という単純な話でも現場はないので、で、大事なことは結局行き着くのは何かというと、収支を徹底的に透明にして、誰からお金をもらって、その上で影響を受けてる人なのか受けてないのかを含めて、有権者の皆さんに判断していただく材料をですね、しっかりと公開によって提供するっていうことが、民主主義においては大事なのではないかなと思いますね。赤裸々にありがとうございます。はい。実態いろいろありますので。はい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 。